ヨーブラザー白瀬ゴールドチャンネルでは、原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。ということで、今日は帰還期間の、第4ステージの、難易度5ですね、こちらの方をやっていきたいと思います。一応実践の方で全部フルボイスで解説してるんですけども、序盤の回収の置き方と、まあ、中盤、まあ、しっかり布陣を敷くところまで滞りなくいけるのかっていうところが肝になってきますので、そこら辺をチェックしてよければ真似していただければと思います。では最後までご視聴の方お願いいたします。はい、じゃあ記述期間の、難易度5のステージ4でですね、こっちをまずは回収期間をしっかり使っていきたいんですね。前方の方にまず置いていきます。でこんな感じで置いていって、でここのエリアで倒すような設定にしたいんで、まあここに凍結で、で水で倒す、でここで炎、これでまあ序盤の方はもうこの布陣だけでいけると思います。凍結蒸発、妖怪エリア爆弾ですね。で相手が炎スライムなんで一番嫌なパターンなんですけども、おそらくこれで突破されずにいければ、若干ちょっとエリアから外れちゃいましたけど、はい、大丈夫ですね。で抜かれないようにここにまた一つ氷、これで相手を凍らせるような環境が整ってきたっていうことですね。さらに突破されないような、ここのエリア内で敵をなんとか倒したい、なんとか倒したい、なんとか倒したい。で一応ポイントちゃんと取れてるんで、OK としましょう。OK ですね。まあ、もう1ラウンドぐらい正面からの敵に備えるって感じなんで、一応ここに炎でさらに分厚くしていきます。まだね、1ラウンド残ってます。1、2ラウンド目はあそこの、ルート、3箇所のルートのうち1つは開きませんので、今のところこの設定で大丈夫だと思う。中央ぐらいでこういう戦いができればいいと思います。あと4つですね。本陣の方を4つつければいい感じですね。なので次のラウンドで4つつけていきます。4つつけたら回収と入れ替えでみたいな感じ。炎気づく期間が、あ、こういうのとかどんどん皆さん使うといいと思いますね。ということでスキップ。良さそうなのがあったら皆さんはどんどん取って楽にクリアできるようにしてみてください。で、こっち組んでいきます。水。ここは水でいこうかな。氷だ。氷にして、で、中央に水。中央水の方が突破されづらいんですよね、経験上。で、中央水。で、あと2つ置きたいですね。あそこでガンガン稼いでくれるんで、ね。あ、落ちちゃった。落ちちゃうのはちょっとしょうがないですね。カフカで吹っ飛んじゃうんで。これはこっち側に置きましょう。で、炎。で、こっちをちょっと手厚くしとかないと抜かれちゃうんで、水置いて、中央にまたさらに氷。あ、ちょっと点数。はい。これで大体布陣ができてきたのか。あ、ちょっと一個はみ出ちゃったね。すいません、みんな順番ちょっと間違いないようにして、こういうの外していきましょう。こういうの外して、はい。12個を保つように。で、ランダムルートに遺跡ハンターが来る。OK です。で、このランダムルートの遺跡ハンター結構危ないので、これ回収して、で、ここにできれば水をね、乗っけたいんですけど、こう、大丈夫ですね、火力が。で、一応、こ
ここの前方にこう水を置いて、ちょっと安全にしといて。で、こっちも大丈夫そうですね。うん。一応火力維持のために炎。まあ、今回炎はあんまりいらないかもしれないですけど、一応これで布陣完成ですよっていうところをちょっとお見せして。今回の布陣はこれで完成形です。これが完成形。ちょっと一瞬ね、13個で増えちゃったんですけど、あれは別に関係ないんで、僕はもう。12個の設定。まあ、これで突破されちゃったらもう運が悪いというような感じだと思います。早い段階から凍結エリアが始まって、そこに妖怪をかけていく。左の方はルートが1本しかないんで、対して、強くはないと。ただね、失踪するチャールボート。これが結構ね、危ないんで、結構危ないですよ、これ。これをしっかり前半で凍結させて、で、ダメージをしっかり与えていけるのかどうかってところがかなり焦点だと思います。凍らせて、燃やせて、凍らせて、威力を出していけるのか。いいですね。戦列をね、こう長くしないと、今みたいなやつね、絶対突破されちゃうんですよ。一番やばいやつが来てますね、今。一番来て欲しくないやつが来ちゃってます。で、炎もこう、距離感出してやると、こんな感じで。全部距離が違いますよね、この炎の。正面のルートからしたら。全部、ランダムに入るように、炎が。炎が並んじゃうと、秒数があれなんで、突っ込んできたタイミングで撃ってもらって、ばらけさせるしかないんですよね。はい。で、第4波 OK。で、もう、あと触れないんで、あ、これもちょっと危ないな。これ、もしかしたら抜かれちゃうかもしれないんで、5ターン目にこいつが来て、さらに、遺跡ハンターとか一番やばいパターンですね。で、水浴びす。あ、これ一番やばいパターンですね。電気もいないし、氷が多いんで、ちょっと、それはいけるのかな。照明。あ、これはやばいですね。これ一番やばいパターン。左とかが早く落ちてくれないと終わっちゃいます。左を早めに落とさないと。あ、凍結エリアが早かったんで、敵の戦力まばらにすることに成功しました。で、浮いてくるやつは、炎で止めれるかな。止めれた。ギリギリでしたね。うん、今の凍結の解除でもう突破されてたと思います。あのストリート、正面のストリートで早めに凍結させていくっていうのがすっごい重要なんですよ。すごい重要なんで。しっかり水を中央に置いてつけて、しっかり水分つけて、氷で仕留めて、妖怪。で、これでダメージ稼がないと、タフネスの高い遺跡系のやつは倒せないです。な感じですね。ウェーブが長ければ長いほどね、ちょっと、こういう、危なくなっちゃうんで、アビスは凍らせて、しょしょしょ、危ない危ない。アビスも怖いんですよね、意外と。氷がね、ちゃんと2個ぐらいないと、あれはもう突破されちゃいますね。じゃあ、あと3体。あと3体は、どっから来る？左からゴーレム、周囲で正面からデカブツ。よし。まあ、これ一番やばいですね。勇猛で、第5波が一番きついところでしたね。突破されてもおかしくない。で、ここでしっかり水分をつけら、あれ？出てこなかった。で、これで凍らせて、妖怪。結構、今みたいに、なんかバグなのかランダムなのかわかんないですけど、入らないケースがあるんでね、怖いです。で、あと1体。また飛んでくるやつ。ちょっとこれね、規則性があるのかどうかわかんないですけど、水がつくタイミングがあまりにも遅くて、むしろ水を当てれてないと。このタイミングで当たるんだ。なるほど。だったら大丈夫ですね。
で、結構勇猛ばっかりできたんで、非常に難易度高く見えるですけど、普通は大丈夫です。あ、これはやばいですね。最後のループで、勇猛で、遺跡重機が来るのはむちゃくちゃやばいパターンですね。一番やばいパターン。あ、これはちょっと無理かも。これは無理かも。まあ、早い段階でこう凍結させていって、これ凍結して妖怪、凍結して妖怪で、なんとか。なんとかって感じだよね。危ね危ね。これはちょっと無理でしょ。これ、このリズムで来られたらちょっと難しいよ、これ。この氷チャールもやばいもん。岩も来てるでしょ。あ、しかも火力全然出せてないじゃん、今の。あ、これは無理、これは無理。あ、いったいったいった。危ねえ。もう解説になってない、これ。もうやばすぎる、やばすぎる、これ。やばいやばいやばい。凍結して、よし。もうね、凍結されてるのね、遺跡系はやばいっす。まあ、勇猛つけてる俺が悪いんだけど、倉庫行っときながら微動だにしない、岩主人公。いや、これ凍らないぞ、これ凍らない。よし、凍った。あー、妖怪ダメージが思ったほど出てない。思ったほど妖怪ダメージが出てない。よし。よし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 。よし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 。あと6体、怖い怖い怖い。これがディフェンスのさ、醍醐味ですよね。ドキドキしちゃう。もうなすすべないもん。ね、12個、14個設置できるんだったら、もうあと適当にあと2つつければいいから楽なんだけど、やばいっすね、やばいっすね。難易度5のステージ4はなかなかしびれますね、全部、勇猛盛りで。全勇猛盛りだったら。で、今見てわかると思うんですけど、炎がまばらに出ているのが理想なんですよね。でなんでそうやってできるのってなると、やっぱり距離感なんですよ。この距離感。ずらして、正面から見たら、もうずれて飛んでくるようなイメージ。これがないと、秒数が長い炎は、結局妖怪がかからないんですよね。他のがかかって。炎がボンボンって当たっちゃっても意味ないじゃないですか、2発。残り2体。これだったらなんとかなりそうですね。ってことで、一応こんな感じで布陣を敷けば、まあ、動かなくてもできますよと。序盤の、回収期間の置き方と回収の仕方が結構肝になってきますんで、皆さんぜひ、そこら辺気をつけてやってみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。